それではですね、パート7でやった4つのペンタトニックというのをね、それに段階的に至る方法というのをちょっとやってみましょう。ブルースで、C のブルースでやります。まずパート8の2音だけでやる方法。まずは6系のペンタということで、ドとラだけね、1度と6度だけでやるっていうやつですね。これ8小節なんで、アドリブであります。こんな感じになるわけですね。次ナンバー2いきます。今度はセブンス系の、ペンタへの道という感じですね。1度と 1度とフラット7度だけでやります。ナンバー1をラの音を C のフラットに変えてね。ナンバー3いきます。ナンバー1のドとラを入れ替えたものですね。なかなか面白い。こんな感じですね。